くんに。すみません、ノックはしたんですけど。あ、私が悪いんだし気にしないで。ああもう、なんでリン君にはこんなところばっかり。また寝顔見られちゃったし。なるべく見ないようにしましたから。それならいいけど。あれ、リン君どうしたの？なんだか顔色が悪いような気がするけど。いえ、何でもないですよ。夕日のせいかな。体調は悪くないですし。リン君、こっち。あのね、リン君は男の子だし、実際にこの一年で成長したと思う。もう男の子とは言えないかな。でもね、いつもずっと立ち続ける必要はないんだよ。疲れたら、気が抜けちゃったら、我慢しないで座ってもいいと思う。大人だって男の人だってね。すみません、俺。会長、すみません、俺約束を守れなくって。クロを連れ戻して、それなのに。いいの、いいんだよ。リン君はちゃんと私たちの思いをクロウ君に届けてくれた。クロウ君の思いも私たちにちゃんと。だからね、そんなに悲しまないで。これでお愛子だね。私も何度もリーン君に恥ずかしいところを見せちゃったし。これで私も晴れて生徒会長退任かな。次の子たちも優秀だから教えることもなかったんだけど。政治、経済、技術、医療とかいくつかの分野があるんだけど、1年間は勉強させてもらうつもり。その後、軍か省庁に入るかはちょっとわからないけど。ただ必死だっただけなんだけど。でもこれからのことを考えると、いろいろな視点は持っておきたいから。軍に入るにしても省庁に入るにしても、自分の考えは持っておきたいんだ。何よりも帝国の未来のためにで。ちょっと大げさかな。ありがとう。そういえばどうしたの？来てくれて嬉しいけど、用事があったんでしょ？
え、でもリン君帰ったばかりだし、明日は君たちの。そっか、うん、わかっ、いくつか心当たりもあるし、寮の郵便受けに入れておくから、よろしくお願いね。その必要はありませんわ。え？あなたは。だからシャロン、なんであなたがいるのよ。会長のお許しをいただきまして、今一度第三学生寮の管理人を拝命いたしました。短い期間ではございますが、皆様のお世話をさせていただきます。早速今夜のお食事も準備している最中ですわ。そうだったんですか。じゃあ遠慮なく。世話になろう。今夜はごちそうだね。RF グループの立て直しを手伝っているんじゃなかったの？おまけに春以降の注文が殺到して生産ラインが追いつかないって。大旦那様がお戻りになったので今のところは大丈夫ですわ。会長と張り合いながら諸案件を次々と片付けてらっしゃいますし。なあ、もう。さすがはグエンローだな。あー、お腹すいた。ちょっと暖かくなってきたし、そろそろビールの季節よね。ってあら、何してるの君たち。ゲゲ、なんであんたがここにいるのよ。
ご無沙汰しております、サラ様。ビールのおつまみでしたら牡蠣の燻製やオイルサーディンを仕込んでおりますけど、ご夕食の時にお付けしますか？よろしくお願いします。シャロンさん、微妙な立場なのに結構平気で動いているよね。多分 RF 社と帝国政府の間で協定が結ばれてるんだろうな。まあシャロンさんなら関係なしに手伝いに来てくれそうだけど。
Thank you.
先日のクロスベル併合を受けて、帝国企業の株価は大幅に上昇しました。また、ラインフォルトグループは大規模な役員交代を発表したばかりですが、来期の業績見込みは早くも好調と見られています。今週から日曜日のこの時間に新しいトーク番組が始まります。番組名はアーベントタイム、夕べの時間。なんかベタですけど、何事も基本と王道は大事ってことで。進行パーソナリティは私ことミスティがまったり務めさせていただきます。
それには及びません。おやすみなさい、兄様。どうか良い夢を。